ちょっと熱持ってるでしょ、とっつぁん。うん、あ、また言ってるぐらいに思っとけばいいんですよ。ジーピットチャンネル始まりました、ケントです。そうです。とっつぁん、ちょっと聞いてください。とっつぁん。とっつぁん。あ、僕？あれ、とっつぁん。ちょっとね、気が流行ってるからとっつぁんって呼ばして、今日は。納得いってない時の返事。聞いてください、とっつぁん、最近ね、てか昔から思ってるんだけど、あのよくこれね、あのストレートの人、 LGBT じゃない人は本当にあの我関せずのよくわからない話、あの悪い意味じゃなくてね、よくわからない話だと思うんですけど、その FTM とかさ、 MTF のトランスジェンダー界隈でよくあるあるの話なんですけど、あの埋没派、非埋没派ってあるじゃないですか。まあ、非埋没はオープンって言ったりするよね、こう、まあ、簡単に説明すると、埋没っていうのは完全に男として生活していて、普段 FTM って言ってない、言わない、誰も知らないみたいな、職場で男として扱われてる人で、まあ、オープンとか非埋没っていうのは、そのなんだろうね、分かりやすく言うと、僕らみたいに元女子ですとか言ったり、その職場でトランスジェンダーって知られてたりとかね、そういうことをこう線引きして言ってるんだけど、あれどう思います、とっつぁんは。さんじゃないけど、どう思うかな。ねえねえ、いいって言ったやん。にゃいって言ってたじゃん。今日入りでちゃんとにゃいって言ってたじゃん。あのにゃいはダメだったの。じゃあなんか、いや、入りだけで終わると思ったのに、また来たからちょっと困っちゃった。慣れ、不慣れ。じゃあ翔ちゃんに戻すよ。でも僕も実際 G ピットに入るまでは埋没側だったんですよ。うん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 、別にもう戸籍も変わってるし、いちいち言わなくてよくねっていう、そう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 、うん、っていうのがあったんで言ってなかったんですけど、うん、まあ、G ピットに入ってまあこうオープンにするようになって、なんか別に恥ずかしいことじゃないなっていうふうに思うようになってきたんで、僕はもう全然オープンで今生活してます。でもなんかさ、日常生活オープンかって言われたらそうじゃなくない？その例えばコンビニ行く時とか、子供のさ学校行事に行く時とか、ご近所さんとか付き合いとかあるでしょ、そういうのってどうしてる？完全フル男性っていう感じでやってない？親しい人には話したりとかはしますけど、こう学校行事で全員の親に言いますとか、そういうのはしてないですね。ね、僕もそうなんですよ。だからあの埋没と非埋没の線引きが実は昔からよく分かってなくて、で何なんだろうってずっと考えてたんだけど、なんかツイッターとか最近頑張ってるんですよ、でツイッターとかで見るとやっぱり埋没 FTM って書いてあったりするんだけど、別にでも僕も日常生活で常々元女子ですとかトランスジェンダーですって言って生きてるわけじゃないから、お隣さんとか全然メンズだと思ってるし、めっちゃ埋没してるよなって思いながら、だからここって線引き何なんだろうって、言える人とか言えない人、言いたい人言いたくない人の線引きなのかなって思ってて、でこれがねちょっとよく分かりづらいとこかもしれないけど、よく VS の構図になるじゃない、あれなんでなんだろうって思うの、いつも。でそんな怒らんでよくないとか、なんでこの嫌われなきゃいけないんだろうって思ったりするのね、まあ、あんまり気にしてはないんだけど、こう元女子っていうトランスジェンダーと一緒にしないでほしいみたいな、めっちゃムカつくみたいなことをツイッターとかでよく見るのよ。え、なんでムカつかれなきゃいけないのとか思って、もう俺はそんなことはできないみたいなこと言ったりしてて、いや、いいじゃない、できないならできないで自分でそのまま生きればいいし、そういう人嫌いみたいなスタンスで来るから、そういうコミュニケーションもう取れないじゃん。いやいや、全然埋没して男として24時間生活してるんですけどみたいなことも言えずにさ、ただただ嫌いって言われて、いや、なんでだろうってずっと思ってたの。どう思う、とっつぁん。今生きた、とっつぁんって言ったら呼吸止まったんだけど、ふってごめん、ごめん。あれ難しくない？難しいですね。ね、いや、なんかこれあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、マジ本心言うとさ、元女子っていう人本当に嫌いとかマジでムカつくってよく言われたりするじゃない、でもなんかその元女子って言葉自体に罪はなくて、その代名詞一つでいちいち反応してるその器の小ささ腹立つって思うの、こっちは。いや、器小さとか思うの。でもなんかツイッターとかでさ、いや、なんか元女子とかでいちいち反応してるのってなんか自分が気にしてるから反応しちゃうだけで、器小さいから腹立つわ見ててって言わないじゃん、こっちは。いちいちこっちも言わないんだから、そっちもなんか別に生き方が違うだけだから、元女子っていうやつ一緒にしないでほしい、腹立つみたいなこといちいち言わんでいいかなっていう。
まあどうなんでしょうね、まあ一概には言えないですけど、うん、なんかその FTM である自分を認められてないっていうか、うん、それは思う、そういうのがあるのかなって思ったりはしますよね。で、翔ちゃんはさ、埋没派からこうオープン派に移行したわけじゃん、うん、その当時の埋没派の時のオープン派を見てて腹立つみたいなのあった？ない。いやでもそうよね、うん、僕も逆に埋没派だったとして、てか埋没なんだけど、うん、めっちゃ埋没して男性として生活してるんだけど、うん、別に職場で全員に言えていいなとか羨ましいなとかあるかもしれないけど、腹立つとか一緒にしないでほしいみたいなのってないよね、うん、それはわかるわ。なんであんなに怒ってんだろうなって思うんだよね。それってあなたのその内面的な問題で、それをこう一緒にしないでほしい、お前がいるとムカつくみたいなのってそう 言わない方がいいんじゃないのって。で、当事者間でそういう線引きがあって、当事者間でカテゴライズしてそこの VS 構図が起きちゃうとさ、のんけから見たらどんぐりの性比べってどっちでもいいかな元女子って言う言わないとか、職場で言ってる言ってないって、いやもうそれぞれの生き方どっちでもいいわなって感じじゃん。超どんぐりの性比べじゃん。でこうやって腹立つとか言ってる時点で僕もそのレベルなんだけど、さすがにツイートはしないから、うん、ちょっと熱持ってるでしょ、とっさん、うん、今日はすごい喋りますね。うんうんとしか聞けないからね。なんで元女子って言い始めたかっていうと、性同一性障害とかトランスジェンダーって言っても、うん、もうみんなに分からないから、うん、そうそうそう、分かりやすくするためにっていうので使い始めただけで、そうそう、 FTM って言って伝わるんだったら、世の中全員に伝わるんだったら FTM って言ってると思うし、うん、別にその元女子にこだわってるっていうよりも、伝わりやすく相手が分かりやすくするっていうために使ってるっていう感じなんだよね。事実だし、かといってでもそれを聞いたら嫌だっていう人もいるっていうのはもちろん分かるんだけど、そんなこと言ったら性同一性障害が嫌だっていう人もいるとかさ、トランスジェンダーが嫌だっていう人もいるじゃない、 FTM が嫌だって、だいろんなこう嫌だって気持ちもあるんだけど、やっぱり僕らの趣旨としてはLGBTじゃない人にも届いてほしいなっていう思いがあるから、あえてこういう言葉を使ってるっていう意図があるんですよね。でもなんかアンチの人の動画を前撮ったじゃないですか、うん、それと一緒なのかなって思う。こうオープンにして生きられてることが、うん、逆になんかその羨ましいじゃないですか。あ、嫉妬心みたいなのがでも無自覚だよね、多分嫉妬してるとか、俺はああならないぞっていう感じ、うん、なんかすごい下に見てる感じするよね。埋没して男として生きるのが最終的なゴールで、それが一番かっこいいし偉いみたいな、でそうじゃないのは邪道だみたいな空気があるじゃん。いやどっちでもいいよ、好きに生きればいいよって思うし、なんか逆にフルオープンで生きられないよね今の日本。基本的にはやっぱ僕も言えない場面ってあるし、99% 埋没して生きてるから、この動画撮ってる時ぐらいだよね、元女子ですとか。そうですね、それ以外はわざわざ言わないし、もう本当に男として子供のね学校の行事とか全然メンズだと思ってるし、みんないちいち言ってないから、もちろん困る場面はいろいろあるんだけどね。あ、また言ってるぐらいに思っとけばいいんですよ。翔ちゃんそういうとこドライだよね、うん、器がでっかいとかどしとか思ってるけど、僕もちょこ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 してるからなんか目に入るとうーとか思っちゃうんだよね、何とか思っちゃう、まあ、うーってなる時もありますけど、うん、でもだって別にね直接関わってる人じゃないしって思っちゃうかな。ということで今日はなんかあれだね、僕の愚痴になっちゃってごめんね、とっさん、はい、もう早く終わらせよ冷たいじゃん、とっちゃん。じゃあ、とっちゃん回早く終わらせよ。あ、とっちゃんだね。そう、反応できないから。一気止まるから。ということで、まあ、何が言いたいかというと、みんな仲良くやっていきましょうよと。それぞれの生き方をね、肯定していきたいですね。だからダメダメ、僕も反省しなきゃいけない。ダメダメ、VS になっちゃう。反省しました、はい。反省した動画回でした。はい。はい、ということで、GPT チャンネルでは元女子の日常と治療情報を配信してます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。でも反省、ドンクリの性比べだから、はい、よくないじゃん、そういうなんか器にちっちゃくて腹立つ、いちいち反応してとか言うのがよくないから、まあでも腹立つと思うんだけどね。でもそれをツイートとかしないよね。ダメだ、堂々巡りだ